今回紹介するのは、空へ悪夢のエベレスト1996年5月10日という本です。ここに紹介された事故は、大量の犠牲者を出した未曾有の登山事故として有名です。著者は遭難した登山隊の一つに参加していたジャーナリストです。ですから、とても迫力のある本です。実は、この時に、 一人の犠牲者も出さなかった登山隊があったのです。この登山隊のリーダーデイビット・ブリーシャーズ、著名な登山家・映像作家は、下山黒原のリミットを事前に決めていて、たとえ登場目前でも引き返すことにしていたそうです。登山の途中で下を見ると、多数のパーティーが後に続いていることを知り、帰り道が混雑して、 リミット国限に下山できないと判断してその場から下山を開始したのです戦闘を切っていたので登頂は確実だったにもかかわらずエベレスト登頂の栄誉の誘惑に負けずに自らが定めた決めことに従ったのです後続の登山隊から多くの犠牲者を出したことからもこのリーダーの判断の正しさが証明されていますこの隊は、 遭難救助において大量の酸素ボンベを提供しました。この支援がなければ、遭難はもっと大規模になっていただろうと思います。家中にいると、冷静な判断を下すことは難しいです。兵素に、決断の約束ごと、例えば撤退の基準を定めることの大切さを教えてくれます。以上。興味のある方は、 実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。